世界に誇る日本のシンボル富士山、2013年にユネスコの世界遺産に登録され、2023年で10周年を迎えます。当館ではこれを記念し、富士山を描いた日本画と浮世絵を中心に、同じく日本の象徴である桜を題材とした日本画を合わせ、周年を祝う特別展を開催します。富士山は古くから様々な芸術の源泉となってきました。本展では世界的に有名な葛飾北斎富嶽三十六景凱風快晴から横山大観新進など、近代現代の巨匠たちまでの富士図が共演します。そして奥村斗牛大吾や早見御舟春の湯など桜の名画も合わせてご紹介し、富士と桜という日本の美が凝縮された夕日の数々をご堪能くださいませ。5月14日まで開催しています。ぜひお越しくださいませ。山種美術館。